お疲れ様です。日本の良さを伝える番組です。応援していただける方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。海外、漫画はすでに文化だ。フランス政府が若者に配布したクーポンのほとんどが日本の漫画に使われる結果に。日本の文化といえば様々なものが思い浮かびますが、日本の漫画は世界的に見ても大変人気があるようで、今や日本を代表する文化の一つとも言えます。そんな中、フランスにて日本の漫画の人気ぶりを知るデータが出ています。フランス政府が先月21日から全国の18歳を対象に約82万5千人美術館や映画館のチケット、絵画、ダンス、音楽のレッスン、書籍や画材など様々な文化活動に使うための特別クーポンパス300ユーロ約4万円相当を提供したところ、その大部分が日本の漫画本に使われていることが分かりました。フィガロ氏によると、クーポンの利用額の8割以上が書籍で、そのほとんどが漫画で占められているとのこと。またこれはロックダウンで在宅時間が増えた影響かと思いますが、フランスにおける日本の漫画本の売上高は2020年初頭と比較して第1四半期に 80% 急増した点も合わせて紹介されています。この漫画の爆発的な人気をフランス各紙が取り上げているのですが、中には文化クーポン、それとも漫画クーポンと、この動きを皮肉るようなタイトルで報じるメディアも。しかし一般のフランス人からは非常に好意的な意見が殺到しており、ほとんどの人が漫画は小説や映画などと同じように大人も楽しむことができる一つの文化として捉えていました。寄せられたコメントの一部を紹介いたしますのでご覧ください。若者たちよ、よくわかってるじゃないか。若者は正しいよ。書物を読むきっかけになればそれでよくない？自分も今18歳だったらよかったのに。読書には変わりないよね。我が家には3歳と7歳と11歳の娘がいるけど、11歳の娘が漫画の大ファンで、今の大変な状況でも変わらず漫画が好き。こういった支援があると助かる家庭は多いはず。漫画は文化だから問題ない。特に日本の漫画家たちは史実や伝説を徹底的に調べる。だから勉強になることも多いんだ。つまり若者たちは最も重要な書物を読んでいるということか。漫画は文化ではないと考えてる人には、ドクターストーン、ムシシ、キングダム、はじめの一歩、直撃の相馬、ベルセルク、などの作品を読んでほしい。ゲームに夢中になるより、漫画に夢中になってほしい。少なくとも読むという行為だからね。ぼーっとテレビを見てるより全然いいでしょ。何が悪いのかわからない。漫画は日本の文化と強く結びついてる。フランスの文学は学校でも読めるわけだし、他の文化に触れられるのは素敵なことだと思う。漫画を買う余裕がない家庭だってあるんだし、漫画は文学のファストフードって感じ。フランス人って日本文化に愛着があるのに、それでも漫画に偏見を持ってる人は少なくないよな。少年漫画には多くの人生の教訓が含まれてるんだ。少なくとも若者にとってテレビより有益だと思う。つまり結果として良い制作だったってことさ。批判してる人は一冊でも漫画を読んだことがあるの？実際に読んだことがある人は少ないだろうね。素晴らしいことじゃないか。少なくともスマホとにらめっこをする時間は減る。批判が出る意味がわからない。映画も音楽も漫画もすべて文化でしょ。自分の趣味じゃないものを低く見るのは良くないよ。むしろ
良いお金の使い方じゃないか。私は高すぎる大学の教科書代に当てたい。自分は漫画から日本の文化をたくさん学んだし、その影響で実際に日本にも行ってみたんだ。漫画に目を開かされることはかなり多い。漫画は文化じゃないとでも？1500冊の漫画を持ってる娘に、そんな暴言を口にしたら怒られるぞ。ここ10年で一冊も本を読んでない人たちが、若者たちの趣味思考を批判しております。いいことでしょ。読書のきっかけに漫画は最適だぞ。漫画も文化の一部だと私は認識してる。息子は日本の映画を見て、日本語を勉強してるの。そして、それはクールなことだと思ってる。実際、漫画はかなりいいよ。テレビでは得られない情報を得られるし、漫画の読者を非難する大人もいるが、ビートルズのファンだって、最初は非難されたものだ。そのことを教訓として思い出してほしいね。いかがでしたか？今回はフランスにて、日本の漫画の人気ぶりが一つの文化に、についてお送りしました。文化活動に使うために支給されたクーポンとのことですが、同じようなコメントをされている方もおられるように、何を文化と捉えるかは人それぞれです。実際に多くの方々が漫画を文化として認めておられるようですので、クーポンを漫画に使うことは正しい使い道なのではないでしょうか。また、漫画に偏見を抱いている人が多いというコメントがありますが、これは日本でも同じことが言えると思います。地道に稼いだお金を全て漫画で消費した方がいたとすれば、アホな金の使い方をしよって、などと批判される場合もあるかと思います。しかし、自分で稼いだお金を趣味に使い込んだとしても、全く悪いことではありませんし、他人には関係のないことです。冷静に考えてみれば、そんなことは当たり前です。今回の記事は、そんな当たり前のことを気づかせてくれる、いいきっかけになったと思います。個人的な話をすると、日本の歴史など、漫画学習シリーズを家に取り揃えてくれたことを、今でも親に非常に感謝しています。また、その瞬間をはっきりと覚えていますが、にわかじこみ、無論、怠った、などの単語は幼い頃に、ドラゴンボールを読んで覚えた言葉、多様性に満ちた日本の漫画は、様々なことに興味を持たせてくれますし、自分も漫画を読む経験が無駄になることはないと思います。皆様はどのようにお感じになったでしょうか？もしよければご意見やご感想をいただけると、動画作成の励みになります。それでは最後までご視聴いただき、ありがとうございました。もしよかったら、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いいたします。次回またお会いいたしましょう。